コペトダグ山脈は、トルクメンイコールホラーサーンとしても知られ、トルクメニスタンとイランの国境にある山脈である。国境に沿って6 5 0トルほどの長さがあり、東にカスピ海がある。山脈の最高峰は、首都アシガバードの南西のトルクメニスタンにあり、標高は2 9 4 0ル。イラン側の最高地点は3 1 9 1ル。山脈には、 サパル村とニアゾフ前大統領により公式にオープンしたスキー場がある。コペトダグ山脈は積雪量が少ないにもかかわらず、ニアゾフはここに主要なスキー場を建設することを決心した。コペトダグ山脈には山陸の丘陵地帯、乾燥した砂の傾斜地、高原及び険しい峡谷といった地形が特徴の地域である。コペトダグ山脈では地盤が変化しており、 激しい地震が起こりやすい。マグニチュード7を超える地震も観測されている。アシガバード近くのコペトダグ山陸の丘陵地帯には、古代の遊牧国家パルティアの初期の首都であった、都の城に佐野都市遺跡がある。5月のコペトダグ山脈この地域の森林地帯には、多くの果樹、干木、ブドウなどが生息し、これには、人間の使用に価値があり品種改良がなされるザクロ。 野生のブドウ、イチジク、野生のリンゴ、野生の梨、野生のサクランボ、野生のスモモ、アーモンド、サンザしが含まれる。ありがとうございます。